まずはスープから。鶏を中心とした風味がとても柔らかいです。そして次に、この日は麺でなくチャーシューからいきました。油がついているのは煮豚の方のチャーシュー。熱の入り方が抜群で本当にジューシーなうまいチャーシューでした。この長くてしなやかな杉本さんの麺、驚きは先ほどスープ単体だと柔らかいという印象だったスープが、麺をすすった時に一気に魚介の風味も広がります。本当に香りが何倍にも増して自分には感じられました。この麺、こんなに細くて柔らかいのに、噛み切る瞬間には独特のプツンという食感があって、とても心地よいです。この焼き豚のチャーシューも独特な味わいでうまいんですけれども、本当にこの特製ラーメン、これだけたくさんのトッピングの種類がありながら、そのどれもが洗練されていて満足感が本当に大きいです。そしてこの特製ラーメンのトッピングは、鶏、豚のチャーシューがそれぞれ2枚ずつ、ワンタンが2つに味玉1つなんですけれども、動画の並べ方の問題で少し数が多く見えてしまっています。分かりにくくなってしまい申し訳ありませんでした。はい、ということでいただいてきましたラーメン杉本さん、実は1年以上前にですね、一回鷺宮の方のお店に伺ったことあったんですけども、ちょっと動画投稿できていませんでしたので、ロイドご飯としては今回初の投稿となるこのラーメン杉本さん、この鷺宮からね青葉台に移られたということで、早速伺ってきました。
そしてまずね、味の印象なんですけども、相変わらずうまいですね。ここの一番の自分にとっての特徴は柔らかい麺のその食感なんですよね。自分では低加水の結構固めの麺本当好みなんですが、ここのは柔らかくてしなやかな麺なんですけども、噛み切る瞬間にちょっとパツンっていう食感があって、これは本当に印象的な麺です。そしてこのスープもね、単体で飲むよりも麺とすすった時に一気にこう魚介の風味がふわっと広がるね、この相方いいんですよね。でチャーシューなんですが、この特製醤油ラーメン、チャーシュー焼き豚と煮豚1枚ずつ入ってるんですが、前回動画撮影しながらスープ、麺、そして小崎メンマとか結構目を引くものが多いので、チャーシュー食べるのが思わず後回しになってしまったんですが、すごくね後悔して、これ豚なんで本当のレアってことではないんですけども、本当に火の入れ方が絶妙なこのチャーシューはね、先に食べたいなってことで、今回はスープの後にもう麺の前にチャーシュー行ったんですよ。正解、激うまで、これは順番、食べる順番とかね、こだわりある方も多々いらっしゃるとは思うんですが、これおすすめとしては最初に早い段階でこうチャーシュー行ってほしいです。本当にうまいです。そして今回は調理の前に仕込みの風景もね、撮らせていただいたんですけども、毎朝この麺に関しては店主の杉本さん自らやられるということで、もうね麺が切り出されてきて麺箱を並べた姿を見るだけで、本当1年以上前のね味が思い浮かべられて食べる前だったんで、いやこれ本当見た目にも美しいなというのを実感して実食本当うまかったんですが、でまたチャーシューもそうで、チャーシューもねすごく、さっきお話ししたように印象すごく強かったんですよ。で今回調理風景を見せていただくと、温度計、鉄のね刺しながら非常にこう細かくチェックされながら、でタレの作り方も、ね、かなり厳密にやってらっしゃって、実際こうあの時の印象と本当に同じ印象、今回も安定感のあるこのうまいチャーシューでしたね。これぜひね味わってほしいです。そしてまだ青葉台に越されて砂に日が経ってないんですけども、もう行列できてまして、でちょっと様子見る限り地元の方、通りすがりの方はねここ何の店とかねよく質問されるんで、もう地元の方じゃなくて他県かな、要するにちょっと離れたところからいらっしゃってるというね、こうファン層の多さも、こんな味なら当然かなと思うような一杯でした。はい、ということでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。